つもご視聴ありがとうございます。今回も週刊優待クロス8月10日号やっていきましょう。今回の動画の内容はこのようになっております。動画の前半では8月も中盤戦に入ってきました。そんな中でこれまでの状況やこの先の注目点など、そして在庫確認コーナー、ここで全体の動きを確認していきます。ここが最近非常に重要度を増しているポイントです。後半では8月全銘柄評価、8月銘柄も急減速している銘柄が出てきていると思われます。9月期でも着々と進捗が進んでいる銘柄が存在しています。選抜は毎週少し変更しながら進めていきます。現在クロス取引初心者さん向けコンテンツを順次整備しております。初心者さん向けでありながら深い部分まで理解できる内容となっております。ぜひこちらもご確認ください。それでは行きましょう。さて8月も来週向けから中盤戦に入り、後半も見えてきた、そのような状況です。今回はこれまでの状況やここから先どのようなポイントに注目していくのか、在庫の状況から探っていきます。まずはこれまでの状況です。相変わらず在庫の急減速、これが非常に目立ちます。動画作成時点でもいくつかの銘柄が急減速しています。今週中廃止までの流れとしては、前半から少しずつ出てきて山を作った後緩やかに上昇し、また最後に加速する、このような形でした。それが今ではこのような形、まさに崖を落ちるかのような形になり、一度落ちるとずっと低い位置で上がってこない、このような状況です。以前はこのようにあらゆるポイントを狙うことができ、最終狙いや後半狙いの人から早取りする人までいろいろな戦略を取ることができていました。今では山の頂上から急降下する直前がベストポイントになってしまっています。さらに朝を封印されていることと夜の追加がほとんどない、この2点も在庫確保を困難にしている理由です。今後ずっとこのような形が続くのでしょうか。1月期は少なくともこのような形のまま終わっていきました。銘柄数の多い8月9月は閑散期とは違ってこのような在庫推移になるのでしょうか。この先には注目していきたいと思います。個人的には手数料収入を得るという目的から考えると、早くから言ってもらうに越したことはないということからもあまり期待できないと考えています。そして現状は7月と何も変わっていないため、この形で終わっていく最悪のシナリオを想定しています。全銘柄評価ではちょうど山の頂上になる前には評価を上げて対応しています。先週8月4日時点での実行状況を見ていきましょう。8月4日申し込み時点での一般信用取引残高を集計したものです。まずは実行上位銘柄です。少し見づらいですが並べてみましょう。先週と違う点は、腰高とミニストップが明らかなピークアウトの兆候を見せている点です。これらの銘柄は急激に減速していたイメージで、火曜日時点では非常に薄い状況になっています。大きな動きは何といってもビッグカメラです。加速度が凄まじく、これまでの傾向ならここからはもって1週間程度、このように考えて良さそうです。ユナイテッドスーパーも伸びはいいのですが、株数が多いので初頭から中間といった感じでしょうか。下位からの上昇銘柄はエコス、神話、トランザクション、これらでしょうか。この辺りも初動に入ったと見てもいいかもしれません。9月期の動きです。現在のところ特に目立った動きは見えません。1位は基礎地でした。利回りとしては決して高くない銘柄ですが、人気は最高峰クラスです。三重交通やアドバンスクリエイト、プレサンスも着々と伸ばしています。これらは後から取り上げていきます。当チャンネル、全銘柄評価の注意点、算出条件はこのようになっております。評価の基準はこのようになっております。各用語の意味など、ご確認ください。それでは見ていきましょう。今回は、8月全銘柄を用意しました。
全対象銘柄から投資証券を除外したものになります。中には出ない銘柄も含まれますが、今後出てくる可能性もあります。来週とは8月17日約定分、16日夕方以降の注文が対象です。今回からこのエリアでも来週向け評価 C を設定しています。セントラル警備保証は黒カード系、進捗は 0.8 と全くのノーマークなので、これからの銘柄ではあります。泉、一番屋、慶応、これらも進捗は 2% から 6% 程度、ここから急激に動いたところに入っていく形になりそうです。後半にかけて狙っていく銘柄といえます。その他ディップはクオカード系で、こちらも後半銘柄、トランザクションは評価としては低いです。実行はされています。イオンはまだ先でしょう。20日権利銘柄、西松屋と平和堂です。それぞれピーク残高比は 60% から 70% 程度、これまでの傾向から特に変則権利銘柄は最終週付近での追加がよく見られます。まだ狙える可能性はありますが、取れるかどうかはまた別の問題があります。コメダ、評価 C としました。隠れ優待はありません。昨年比 77.4%、 ピーク残高比 11.2% 程度と見ております。全く動きはありません。動き出してから乗っていく形でも十分に間に合うと見ています。神話、評価 B、 来週から評価 A としました。昨年比 94.2%、 ピーク残高比は 22.3% 程度と見ております。ここは初動が来ています。ここから1週間から2週間が勝負です。今週からでも評価 B としており、絶好は来週です。来週以降一気にきつくなるのではないでしょうか。イコス、評価 C、 来週から評価 B としました。割引券か商品を選べる内容です。昨年比 99.5%、 ピーク残高比は 29.1% と見ております。ここも初動が来ていますので、1週間から2週間と見ています。また非対借なので再追加の期待は薄くなります。非対借は急減速の度合いも対借以上に強いため、突然ゼロが続くこともありえますが、利回りとしては 0.3% 台であり、優先度としては高いものではありません。松竹、評価 C としました。映画招待ポイントで自己使用に限定されます。昨年比 150.5%、 ピーク残高比 23.1% とやや先行傾向が見られます。とは言っても1万円オーバーの値傘株ですし、一気に動き出すとは考えづらいでしょう。コストの低減は1週間遅らせるだけで非常に大きくなります。優先ネクスト、評価 B 継続としました。100株がベストパフォーマンスを出せるでしょう。昨年比 67.4%、 ピーク残高比は 41% で、進捗としては弱いのですが、ピーク残高比は高まってきています。先行傾向がないのにピーク残高比が高く出る銘柄は全く人気がなく、最終まで余っている銘柄であることもあるため、今のところ攻めどころは難しいですが、100株であれば安定的にいい利益を出すことは可能です。一応急減速の可能性も警戒しておきたいところでしょうか。リテールパートナーズ、評価 A 継続としております。金券1000円の銘柄で、昨年比 112.9%、 ピーク残高比 67.5% と見ています。残高的には急減速が起きる可能性は常にありそうです。いつ行っても絶好のタイミングであり、避ける理由は全くないでしょう。利回りとしては A 評価基準ですが、タイミングとしては S 評価に値すると見ています。カーブス、評価 A 継続、今週から評価 A 設定の銘柄です。クオカード500円が基本で100株のみです。議決権行使の隠れ優待がある可能性があり、そうなりますとプラス500円となります。昨年比 96.5%、 ピーク残高比 27.5% と見ており、すでに絶好の確保ポイントです。これ以上は引き伸ばすメリットがなく、急減速の可能性を考えると、見かけたら実行で何ら問題ないでしょう。 TSI ホールディングス、評価は D 継続です。昨年比 87.8%、 ピーク残高比 5.7% と見ています。一部パーリーゲイツなど価値のあるものもありますが、実行価値としてはかなり薄いと言わざるを得ません。吉野家、評価 A 継続です。200株が裁量執行証券です。昨年比 95.1%、 ピーク残高比 49.9% と見ています。急減速となっています。ここから先は100プラス100のスタイルではなく、200一括が望ましいでしょう。株数自体は多いので、
後半にかけて出現する可能性はあります。ビッグカメラ、評価 A 継続で絶好期です。1000株は評価 B、 500株は評価 C としています。昨年比 97.5%、 ピーク残高比 46.4% と大きな動きが来ていると言えます。来週までには急減速の可能性があり、すでに絶好期に入っていることから、見かけ次第実行で何ら問題はありません。腰高、評価 A から評価 S の最上位、単元によって評価 B、評価 C も設定しております。昨年比 73.1%、 ピーク残高比 45.1% と、昨年比が先週から大きく低下していて、おそらく急減速となっていると思われます。残高的にはまだ出てきてもおかしくないと見ており、次に出てきたタイミングで400以上への追い上げも視野に入れていいでしょう。できれば来週以降で400への追い上げが理想的です。1000はかなり利回りが落ちるため、ここからでは考えものです。ユナイテッドスーパー、評価 B、 来週から評価 A で来週絶好期に入ると見ています。500株への追い上げはまだ早いでしょう。株数は非常に多い銘柄です。昨年比 88%、 ピーク残高比 24.1% と徐々に進捗が進んできています。絶好期は来週からで、500への追い上げは100を実行した後でも大量に出てきている場合に検討となるでしょう。クリレス、評価 S から評価 B で単元によって細かく設定しています。株数は非常に多い銘柄です。昨年比 186.2%、 ピーク残高比は 82.5% と見ています。株数が多く確保の可能性はあります。100株、200株、400株は評価 S で利回りから見ても絶好でしょう。600株への追い上げ、1000株への追い上げも検討でき、低利回りの銘柄を無理に取るぐらいなら、ここを積み上げるのは非常に有効です。その他の銘柄はほとんど出ていません。100株から400株は出ていることがありますが、それを確保するとなると極めて厳しく現実的ではないでしょう。9月選考です。今週から選抜を入れ替えています。人気銘柄や高進捗銘柄、新規採用銘柄は個別で取り上げていきます。引き続き最上位 S 評価指定の銘柄でまだ確保が可能なもの、早稲田アカデミー、フォーバル、カッパクリエイト。カッパクリエイトはピーク残高比 50% を超えてきたと見ており、急減速の可能性も出てきていますし、利回り、高速金額ともに高いレベルで評価できます。やや厳しくなってきた銘柄や出ていない銘柄です。セントラルスポーツはピーク残高比 90% 近くに到達しているとみられます。キャピタルアセットは出ておらず、コロワイドもピーク残高比 70% を超えているとみていて、少し出てはいるもののピークアウトの可能性も高いでしょう。こちらは高速金額の観点から A 評価としています。簡単に取れて高評価の銘柄、ソースネクストは意外にも実行はされていて侮れません。ピーク残高比は 50% 程度と見ていますので、急減速の可能性もあります。コストは全く気にならないレベルです。新日本製薬、こちらも簡単に確保できますが、利回りは非常に高いです。商品系で万人を受けしないことで A 評価としています。ピーク残高比は 45% 程度と見ています。非対借なので一度減速すると確保は難しい可能性があります。ヤシマ電機、評価 B 継続としました。昨年比 50.5%、 ピーク残高比は 39.1% と見ています。徐々に積み上がってきていて非対借、昨年は2倍やられていたことを考えると、特別先に行っているというわけではありません。この残高比で非対借となると2週間以内での急減速の可能性はあります。利回り的には決して高くはないですが、内容としては金券なので非常にいい内容です。三重交通は新規採用銘柄、評価 A としました。昨年比 130.1%、 ピーク残高比は 14% と見ています。最終的には1000株への追い上げも可能な裏の道系銘柄、裏の道ではありますが、その中では比較的人気があり、特に100株単位は利回りが非常に高く、株価が低いためコストも気になりません。ここからでも実行価値は高いでしょう。貸借銘柄で資金の転換も可能です。アドバンスクリエイト、評価 A 継続です。今週から評価 A 指定銘柄です。昨年比 82.9%、 ピーク残高比は 43.5% と見ています。進捗着々といったところで、2週間以内での急減速は十分にあり得ると見ています。必要ならここから確保すべきと言えるでしょう。
貸借銘柄で、資金の転換も可能です。木曽路は新規採用銘柄。評価 C としました。昨年比 92%、ピーク残高比は 31% と見ています。利回りが低く、約 0.4%。これは、9月全体で見ると、決していいレベルではありません。必要なら、確保に動くべき残高水準と言えますが、評価としては人による。ということから C 評価とします。貸借銘柄で、資金の転換も可能です。プレサンスは新規採用銘柄。評価 C としました。昨年比 59.8%、ピーク残高比は 8.6% と見ています。最終的には確保すべき銘柄であることは間違いありません。内容は極めていいのですが、進捗がまだかなり弱く、動き出してからでも間に合うと見ています。動き出した場合には、一気の高評価としたい銘柄です。貸借銘柄で、資金の転換も可能です。以上、今回も週刊優待クロス。やっていきました。9月も着々とやられている銘柄はあります。そんな中で、いかに急減速する前に乗っていけるか。今後も考えていきます。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。